ただいま3月の22日でございます。どうもグラシャです。今日はどこだったっけ、狩猟の森の吊り橋の先に行くんだったかな。なんかそんな感じだった気がします。僕最近編集ばっかりしてる。あれ、そういうことは早く言ってください。いや、実にダークソウルらしい。よっしゃ、はあ、ここまで戻るのにすんげえ時間かかるんだわ。ざっくり5分ぐらいかかるんだわね。あ、なるほどね、ここはここね。はい、ちゃあ、残念なやつが。前もまた同じ場所の犠牲者だ。不死刑場、ごめんなさい、ちらっと見えてるあれは何でしょうかね。ちょっとこれでちょっと見てみよう。あー、いますね。なんか赤いのが、赤なんかタワーシールドを持ってますね。なんか良くない様子で、まだこちらには気づいてないみたいですね。はい、まあちょっとこちらの方はまだ分かりません。で、まあ、多分そろそろ来るんでね、相手をさせていただきたいと思うのですが、こうナチュラルに赤いのがいるってことでいいんですかね。いた！待って、ボディがガララキというか、バックがガララキというか、硬いというか、ふう、言いたい。まあおそらく飲む余裕はないでしょうと。なので逃げるんだよー。いや、もう力の限り逃げるね。あ、しまったー、帰ってきた。そしてなんかある。もう情けない。よし、戻ってきた。もうここまで来るのでまず時間がかかる。なんかどえらいやつを何人もやらなきゃいけないっていうのが、それがまず辛いね。そしてその後に待ち構えるこいつってんだから、もう笑っちゃうね。ま
人型なんで。バックスタブ安定ですよ、多分。でも460しか入らないか。どうなんだそれは。とりあえずは。痛い。ああ。でもこいつすごくバックスタブやりやすい。これならまだ勝機はあるか。よし。おお、結構な量のソウルを持ってるようだよ。お、なんかあるけど、なんかあるけど、あの位置な、ちょっと取り行くの勇気がいるな。ちょっとこの先まず見ましょうか。この先を入ります。え、どうもクラッシャーです。ここどこだよ。あれ、俺さっきまでどこいた。あ、ここいたのね。こっから入ったら、おーい、なんだそれ。え、なんだ。あー、骨、骨、骨。しかもこれ倒せないパターンじゃないですか。いや、危ない。うっそ、一発かよ。待って、対抗手段が全くわからん。追ってきてる。くそ、飲んでる暇がない。いや、もう入るね。で、で、とりあえず、とりあえずどうすればいい、とりあえずどうすればいい。とりあえず飲むしかないよな。で、で、で、とりあえずこのハミッチョ行って、とりあえずお前ら一回邪魔だもんで。ちょ、待って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 、いろいろ待って、いろいろわからないことが多すぎ。いや、待って待って待って、やっぱ来て来てるから。でもこの外側割と安全な場所があるから。で、まあ消えかけのソウルなんぞ取っちゃいました。あ、ネクロマンサーいるね。これで毎回引かれていくね、感じかわいいね。ドンマイだね。ちょっと待って、ちょっと待って、お前ら待って、来るからさ、引かれるん。あー、ちゃんと外側いないとダメだね。あー、お、届いた。あいつら帰るんかな。お、尊き者の骨粉、いいね。火の種も来たね。で、よし。で、あいつら帰ったと思うから安心して飲んで、まずはネクロマンサーを退治せねえか。まずはネクロマンサーを退治だ。で、来てる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 、やべやべ、危ない、バカ野郎。ああ、もうむっちゃ引かれた。ちょっと待って、
あいつらちゃんと考えないと引かれるから、ちょっともうちまちま行こう。でもう一回来るだろうね。お願いします。でもう一匹探せん、もう一匹ぐらいいるのかな、分からんけど、とりあえずあの骨どもが殲滅されるの待とう。はい、お疲れした。あ、いいねいいね、ちゃんと殲滅されてる感じがしてる。でもう一回待とう、もう一回来てるから、はい、お願いします。いいね、いた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 。まあまあまあ、よしよしよし、これでもう一周ぐらい待とう。ちょっと待って、お前ら、お前ら俺をいじめるな。あー、ちくしょう。ボスは今んところ何もしていませんね。今まで以上にスタミナ管理の難しい面だってことだけは分かった。お願いします。いいね。まずここにいるネクロおじさんをやっつける。ちょっとフルボッコにさ、フルボッコになってる。やーはー、もうちょ、毎回間に合うかどうかギリギリだから怖いわ。ちょっと内側引かれます、走り抜けます、ネクロマンサーやっつけます。逃げさせて、逃げさせて。飲みもいいとこだった。もう一回、もう一回隠れて飲んどこう。で、お願いします。出たの、この先に確かいるから。よしよしよし。で、たぶんこの辺に確かいる。いた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 。お前をやっつけて。マジイケメンだろ。そうする、たぶん。お、よし、倒せる倒せる倒せる。こっからだ。あ、目の前にレバーがあるな。今このレバー敷くとどうなんの？おお、柵？この柵でどうなるの？わー、こけたー。え、そしたらこの馬？馬がボスってことでいいのか？うん。いや、バカ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 、危ねえ危ねえ、普通にやら、普通に食らって、普通に、ふうふう。待って、そんな後ろ向いて逃げちゃいかん。とりあえず、とりあえず飲むか、とりあえず飲むか。うう、だいたいな、もらうな。範囲が結構あるか、やばい。あ、意外と受ける、意外と受ける。飲んで、
すればいい。突進のあれはそう。これがやばい、これがやばい。いててててて、ちょ、ああ、ちょっとあれだね、人型じゃないからか知らんけど対策に慣れてないね。あ、しまった。ちょ、入らしてくださいよ。やばい。こいつを引いていただきます。正確に言います。あーを引いていただいて、まっすぐ走って、またいるんで、ちょっとまあ壁際族、窓際族して引いていただきます。この作戦大失敗だね。出血した。ギリギリよ、ギリギリよ。ごめん、よし間に合った。飲みが間に合った。でこいつで、まずはこいつらの退治からしていかないといけない。お願いします。よし、引いていただきまして、まあ飲みまして、ちょっと待ちます。で通過します。でこのタイミングで雫石の回復も間に合います。でゲートをさら下げます。でまあ、念のためこちらに移動しておいて、やつがぶつかる無様な姿を眺めます。ここチャンスで、こっから、こっから、もう基本的にケツを、ケツを狙う、ケツを狙う。弱点、痛いですね。弱点はケツと言わんばかりに。あれ、ガード無視ですか。そいつは辛いな。ちょ、もうマンラ、ああ、しぶっちゃければ動きはあいつとダークソウルのイノシシと一緒なんだよ。おお、バックキック。いや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 、死ぬ死ぬ。あれ、生きてんの。あ、ダメだよ、もうなんやねん。あー。